巨人との戦闘もあったけど無事に帰ってこられてよかった。あれ、どうしたの、エレン。何か嫌なことでもあった？それとも、どこか怪我とか。いや、ちょっとな。俺だって兵団の一員なのに、任務の度に何もできなくてさ。兵長たちに守られてばっかりで、巨人化も制限されてる。俺だって、巨人と戦いてえのに。ぜ、贅沢な悩みだな。 てめえ一人を守るために毎回何人の兵士が死んでると思ってるんだ。って、仕方ねえだろ。俺だって戦いてんだよ。そうだったな。すまん、熱くなっちまった。 俺だって、エレン、きっとジャンもジャンなりにエレンを心配してるからこそああ言ったんだと思うの。ジャンだってエレンが精一杯やってるのは分かってるよ。私ちょっとジャンと話してみるね。なあ、俺はどうしたらいいと思う？教えるのは得意なんだから、もっと効率的な訓練内容を考えてるんだな。それをこいつに教えるつもりでやってみたらどうだな。で、同じ内容を自分もこなせば、おのずと成果は出るだろう。教えるつもりでか。うん、やってみるよ。ありがとう、ジャン。 今くらいの訓練がベストかな。ジャンの助言と君の協力のおかげで、なんだかつかめてきたよ。聞きましたよ。次の演習計画はアルビンが考えたんですよね。お偉いさんにまで頼られるなんて、すげえよな。で、どんな演習になるんだ。こっそり教えてくれよ。あ、うん、構わないよ。 僕が考えた演習は実戦を想定した模擬戦闘なんだけど、木で作った窓を巨人に見立てての演習ですか。あれ狩りみたいでちょっと楽しいですよね。あ、でも今回はより実戦に近づけるために段階的に前線を移動させて。なんだかんだ言っても討伐数が多いやつが勝ちなんだろう。優勝者は何かもらえるのか。あ、いや、 演習だから勝ち負けとかないんだけどな。あの二人勝手に盛り上がっていっちゃった。僕の説明少しは伝わったのかな。うん、ちょっと
と不安になってきた。僕の計画も少し見直した方がいいかもしれないな。一人で悩んでたらこんな前向きに考えられなかったと思う。君が一緒にいてくれて本当に良かったよ。あ、そういえばもうすぐ壁外任務もあるんだったよね。演習のことで任務がおろそかにならないように頑張らなくちゃ。内容をより良くするためにはこの任務での実戦経験が役立つはずだ。君の戦い方もじっくり見ておきたいな。参考にさせてほしいんだ。君が協力してくれれば演習計画の作成もうまくいくと思う。君は強いから。すまない。
おかげで死なずに済んだ。しっかりしてください。まだ来ますよ。いや、間に合った。巨人はどこだろう。やっぱり訓練と実践はかなり違った。カイトラ、練習計画を修正してみるよ。君の頑張りを見てたら僕も負けられないなって気になってきたよ。今ね、演習計画の改善点を洗い出してハンジさんと一緒に検討しているところなんだ。まだ演習を成功させる自信はないんだけど、でもなんとか乗り越えられるように全力を尽くすよ。では世話になったな。ようやくやれるって気になってきたぜ。お前がいろいろと協力してくれたおかげだ。お前は頼れるやつだ。兵士として安心して背中を預けられる。エレルナって妥当な評価だろう。今後何かあったら俺がお前を助けるからな。いつでも言ってくれ。ウォール・マリアを取り戻すって目的は同じなんだ。いつか絶対に故郷に帰ろう。当然同郷のベルトルトもお前の味方だ。そうだよな、ベルトルト。ああ、もちろんだ。協力するよ。するなよ。そもそも兵士が協力し合うのは当たり前だったな。ライナー、君は兵士じゃない戦士だろう。
この短い間に僕に対する周りの評価も変わってきたみたいだ。自信が持てるようになってきたよ。そうだね。でも手伝った君の方が大変だったんじゃないかな。ベルトルト、いろんな奴がお前のことを褒めていたぞ。最近自分の意見をはっきり言うようになったって。この間は悪かったな。これからも一緒に頑張ってくれるか？うん、もちろんだよライナー。いつか一緒に故郷に帰ろう。僕が変われたのは君のおかげだ。本当にありがとう。何かお礼をしないと。そうか、仲間だもんな。でもそれじゃあ僕の気が済まないよ。とにかく何か僕にできることがあれば力を貸すから、いつでも言ってくれるかな。してたって仕方ねえだろ。なあ、お前には俺がどう見えるんだ？そうか、その言葉を聞いたらすげえすっきりしたよ。ありがとな。そうだよな、誰に何と言われようと俺は俺にできることをするしかねえんだ。そしていつか必ず巨人を駆逐して外の世界に行く。やってやる。あなたに昔の話をするのにも慣れてきた。今日も私の話を聞いていく？それとも私があなたの話を聞くのでもいい？じゃあ今日はエレンが泣いていた時の話をしよう。話してしまったけど、あの時エレンに泣いていたことは誰にも言うなと言われていた。私は兵士になってから狭い兵舎の中でエレンやアルミンの心配ばかりしてきた。だけどあなたと話すようになってからいろいろなことを考えられるようになった気がする。
リータか。次の壁外任務だが、お前らには偵察班に加わってもらうことになった。偵察班、私たちの他に新兵は参加するのでしょうか。いや、他の新兵は本隊に加えられるはずだ。偵察班は本隊より先に出発するから早めに準備しておけ。次の任務ではエレンと離れることに。そうなのかもしれないけど、やっぱり心配。任務を変えてもらおうとすればエレンは怒る。エレンを信じよう。やる。に集中しよう。早く片付くように、あなたも協力してほしい。
逃しはしないわ。必ず追い詰める。いや、なるぞ。死にたくないなら戦わなきゃ。信じてはいるけれど、やっぱり心配だ。早く帰還しよう。任務では頑張ってくれてありがとう。思ったよりも難しい任務だった。あなたがいなければもっと手間取っていたと思う。本体もすでに帰還しているはず。私はエレンとアルミンの様子を見てくる。
な大役、僕には荷が重すぎたんだ。うまくいかなかったらもう兵団にいられないかも。僕なりにやれるだけのことはやったつもりだけど、どうしても不安になっちゃって。チェス？そんな気分じゃないんだけど。どうだろうね、やってみる。君も上手くなったけど、まだ僕の方が強いみたいだね。そんなことないと思うけど、104機の中でなら負けないかな。ありがとう。僕に自信をつけさせてくれたんだよね。確かに少しやれる気がしてきたかも。君もチェスの腕がどんどん上達してる気がする。お互いにいい影響を与え合えてるのかな。今まで協力してくれた君に失望はさせられない。明日の演習は必ず成功させてみせるよ。上官に怒られたじゃねえか。それは前から思ってたが、お前兵士に向いてねえよ。とっととやめて開拓地にでも行っちまえよ。その方が向いてるんじゃねえか。この落ちこぼれにはこのぐらい言ってやらねえとわかんねえんだよ。おい君、外いいか。こっちに来い。責められていた彼女だが、実は病弱な母親を故郷に一人残して出てきているんだ。世論に流されて兵士になったが、そのことを後悔していて、母親の介護のために帰郷すべきかどうか迷っているらしい。なんだ、まだ見てたのか。あんな奴と同じ判断なんて冗談じゃないよな。何のことだ。
巨人を絶滅させて、こんなクソみたいなことは終わりにしてってもんだ。そのためにはさらに人が死ななきゃならねえってのが最高にクソったれなところなんだよな。リヴァイ、エルヴィンか。お前の方は終わったのか。ああ、もう戻るところだ。君もご苦労だったな。ところでリヴァイ、彼らはどうだ。城の方ははかどっているか。まあ悪くはねえ。未熟だがやる気と根性はあるらしい。指導は継続するつもりだ。そうか、今後も頼むぞ。ああ。リヴァイは言葉こそ足りないが、真剣に君たちを鍛えることを考えているはずだ。私も君はある素質を持っていると思っている。君の同期には優秀な者が多いが、彼らとはまた違った素質だ。今後もくじけずに研鑽を積んでくれ。君たちが立派な兵士になることが人類の勝利への一歩となる。せえぞ、クソでも長引いたのか。まあいい、俺からの指導は今日で終わりだ。だが最後に一つお前に尋ねておきたいことがある。お前はなぜ命を張ってまで巨人に挑む。そうだ、お前はエレンたちと同じ志願しなくの出身だったな。だが壁の外は地獄のような世界だ。それでもお前はその目的のために戦うのか。俺はこれまでに死んでいった仲間に何度となく誓ってきた。必ず巨人を絶滅させると。俺にはあいつらが命を落としてやろうとしたことを果たす義務がある。お前も同じだ。戦場で生き延びた奴の命はもうそいつだけのものじゃねえ。死んでいった奴らの思いを、お前の命を無駄にはするな。新兵には荷が重いだろうが、頭の隅にでも留めておけ。お前らへの指導は今日で終わりだが、何かあれば暇を見て手を貸してやってもいい。せいぜい今後も訓練に励め。死なねえようにな。
新しい刀身の開発、新兵器の有用性の検証、いい感じで研究を進められているね。それもこれも君のおかげさ、ありがとう。さて、そろそろ巨人の捕獲に移りたいんだけど。私もだよ。ただ君も知っているとは思うけど、やっぱり捕獲作戦となると伴う危険も大きくなる。おいクソメガネ、てめえ何考えてやる。よーリヴァイ、一体どうしたのさ。あ、何ってそりゃ私はいつも巨人のことを考えているけど。そうじゃねえ、いつやてめえに言ったような気がするが、てめえの好奇心で部下を危険にさらすな。嫌だなリヴァイ、私だってちゃんと配慮はしてるさ。この子を無理やり危険な任務に行かせるような真似はしてない。ハンジのやつに付き合っていれば命がいくつあっても足りねえ。てめえも巨人に食われてえってなら俺は止めねえがな。まったくひどいなアリバイ、私を何だと思ってるんだか。あ、でもリヴァイの言ってることも確かなんだ。私たちの研究はこれからどんどん難しく危険になっていく。そろそろ本格的に成果を上げていかないといけないからね。それでも私たちについてきてくれるのかい。そっか、君は本当によくできた女子だよ。でも本当に無理はしないでほしい。部下もつけるし対策も講じるけど、研究のためとはいえ君を失うのは本意じゃないからね。あー、でもやっぱりやるからにはちゃんと成果を持って帰ってきてほしいな、なんてね。ディートリヒと三度やるな。我々はトロストク奪還作戦で多くの兵士を失ったが、特に貴重な二人の精鋭を失ったのだったな。本当に残念です。イエーガーを巨人から守るためとも言え、私は未だにあいつが本当に味方なのか信じられん。確かに壁の穴は塞いだが、ピクシス司令のお考えは理解しがたい。人間の姿をしているとはいえ、あんな得体の知れぬやつを。隊長、イアンも三度も最後にはイエガを信じて戦っていました。不安定でも彼の力にかけなければ人類は勝てなかったでしょう。
とはいえ今後も彼の力に頼り続けるのは私も心配です。司令や上の方々がお決めになったことだから従うしかない。だがあいつの怪しげな力に頼るのはやはり危険だ。分かっている。それならせめてイエーガー自身がどう思っているのか聞いておきたい。私はあいつを認めたわけではないが、司令が認めた以上話ぐらいは聞いてやってもいい。そういうわけで君、奴のところへ行ってきてくれ。私はこれから別の任務に就かなければならんのだ。ですがイエーガーの胸の内を知るためには隊長自身もお会いになった方がいいと思いますが。そうだ、あんた一緒に隊長の任務を手伝ってくれないか。早く終わらせて隊長にもイエーガーのところへ来てもらおう。本当に引き受けるのか。決まりですね。あんたの召喚には私から話しておくよ。よろしくな。出るぞ。関するまでは許さんからな。特に敵前逃亡は言語道断だぞ。隊長、心配は無用かと。トロストクでもよく戦っていましたし、今は調査兵です。アレシキの巨人に何を手間取っている。
よくやった。 おかげで任務が早く終わったよ。やるじゃないか。思ってた以上の働きだ。うん、兵士らしく規則を守って動いていたな。あんたみたいな新兵がいるんなら少しは未来に希望もあるかもな。それにこれで時間は作れた。隊長、イエガーと話をしに行けそうですね。うん、そうだったな。 近々訪ねてもよい。少しあんたか。え？ チェックメイトじゃ。<笑>手加減できなくてすまんの。わしは負けるのが嫌いな性分でな。もう一曲どうじゃ。この心意気はよしじゃ。早速始めようぞ。ああ、人間同士で勝ち負けを争うのはチェスくらいにしたいものじゃが。 こんな話を知っておるか。巨人に地上を支配される前の話じゃ。かつて人類は種族や断りの違うもの同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時誰かが言ったそうだ。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争い事をやめるだろうと。
まったくじゃ。ここまで巨人に追い詰められても争い事は尽きんからの。わしも他人のことは言えんかもしれんが、そろそろ一つにならんと巨人に勝つのは難しかろうて。このままではいずれわしも巨人の餌になろうな。しかしそうじゃ、もし超絶美女の巨人を見かけたらわしに知らせてくれんか。調査兵のお主なら壁外に出る機会も多かろう。まあ本当に超絶美女の巨人がおるのなら食われてもいいんじゃが。ん？お主その一手でチェックメイトじゃな。
っているよ。また来てくれ。いらっしゃい。また来てくれよな。助けられてばっかりだ。
そんなことねえよ、アルミ。俺だってお前を頼りにしてるんだ。お前の目を救援要請だ。Thank you.
らないんですよ。
っと。まだ戦えるか。さっさと行け。
動きだな。俺も負けられねえ。
人は新兵の手に余り、すぐにあるか。おっと、うん、エルバーさん、負けた。任せとけ。やるな。負けない。